横浜ですか、アッキー。最高ですね。テンションマックス。横浜大好きですよ、これ。ですね。天気もいいし。ベイブリッジが見えてね、はい。観覧車があって、ランドマークですよ。はい、マリンルージュ号も今来ましたね、海から。これがね、もう何やっても絵になっちゃう場所なんですよ。いやー、すごい。赤レンガですよ。すごいっすよ。最高でございます。いやー、俺も千葉県民だけどさ、はい、横浜来ると落ち着くよね。なんか、まあ、あれがあるんですか、 ルーツがしっくりくる。なんかしっくりくる。千葉県だから落ち着くってことはないと思う。だってそれはない。千葉県と神奈川県ってさ、はい、この東京湾を共有する仲間みたいなもんじゃん。イコールってことですか。同じかな。いや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 、全然違うわ。それ千葉県民の意見でしょ。あ、そう。あのね、横浜の人からそれ聞いたら激怒しますよ。いや、そんなことない。幕張とかのこと言ってますよ、もしかして。幕張とかそういうレベル感じゃない。何このドヤ顔。あの千葉県全体でってこと。実際に、うん、アクアラインって繋がってるからね。いや、あのね、繋がっちゃってます、まあ、比較的最近だし、それね、横浜の人がね、言わせてもらえば余計なもん繋げやがってって思ってますよ。飛んで埼玉って映画2もやりそうな勢いですけど、あれ本当ね、横浜の人からしたら、はい、なんでこんなの繋げたんだっていうね。ただその一言だけですよ。しかも、ね、便利になるのは千葉県民だけだから。しかもね、随分代弁するようにおっしゃいますよ、ね、ですね。言わせてもらいますけど、うん、あれアクアライン使って千葉に行ってるわけじゃなくて、そう、アウトレットかゴルフに行ってるだけですから。そう、いやいや、だって千葉に行くっていう名目はないんですよ、うん。ちょっと、よし、千葉に行くぞとはなってない。ないね。うわ、なめろ食いてとかさ。ならない。ちょっと、ピーナッツ行くか。三崎だわ。ピーナッツ食いたいともならないし。なめろ食いたかったら、三崎行きますよ。あ、そっち行く。あ、当たり前じゃないですか。走り水のアジだってそうですよ、デスク。レモンじゃないですか。はいはいはい。あれなんで千葉側の立山側で、キキンのアジでしたっけ、はいはい、あれ千葉の漁師がちょっとこう取りに来て、名前書いて売ってるだけじゃないですか。キビキビ。オリジナル。何何何。いや、千葉の漁船が、神奈川の漁船の横取りしちゃってるの。多分そうじゃないかと思って。そんなことはないよ。そんなことないです。そんなことはない。コソドロですね、千葉。そんなことはない。オリジナリティはしてます。ただ伊勢海老は動かないから千葉取れるよね、うん。まあまあ伊勢海老はまあ取れんのか。まあでもどこでも取れるか、うん。でもイコールではないことは確かです。横浜はやっぱり横浜なんですよ。あ、そう。あのね、千葉県が、それ言っちゃダメですよ。だって横浜は特別な場所ですから。港町、東京都民からしたって特別な場所だと思います。 D だって横浜だったら行くでしょ。行きます。東京からね、もちろん東京出身の D がいますから。千葉行く。行かないです。いや行くでしょ。行くでしょ。行ってるし、だって行く必要がないもんね。めちゃくちゃ行ってるよ。千葉に行ってるって感覚じゃないんですよ。そうそう、東京ディズニーランド行ってるでしょ。もちろん行ってます。ウェルカムと千葉。ディズニーランドに行ってるだけだ。もしかして浦安に行ってる。海外旅行行くとき成田空港から行くでしょ。ちょっと行くしてウェルカム。成田空港に行ってるだけです。そう、千葉に行ってる。ヤモイズなんですよ。国際線がほとんど成田からしかないから。ひどいわそれ。通過です。通過通過。千葉も全部通過して成田なんですよ。だって海だってね、うん、どっち外房も ね、 なんか遠い。あのね、下道だ。そう、下道が長いの。ワクワク感がないの。なんかね、ワクワク感ない。なんかね、ちょっと言葉悪いですけど、なんかうっそうとした感じの海岸でさ。うっそうとした。めちゃくちゃ広いんですけどね。そう、茅ヶ崎なんか行くとなんかもうキャーキャー聞こえてくるじゃないですか。あー、そう、女の子の声がね。あ、そっち系。じゃあキャーキャー聞こえてきそうですよねって話。ああ、まあ、まあ、寿司とかなんてあるわけですよね。そうそうそう。でもね、九十九里行くとそういう雰囲気ないですよね。でね、僕ね、もう一個嫌な点が、九十九里の海から上がった後、体がベットベトになる。それはあったなんか、はい、油切っちゃったけどね。さすがに。だって海の質は変わんないよね、科学的に。いや、なんか違う。
気がする。ですね、あの海の質が。わかる。僕も、やっぱ神奈川の海に行きますね。湘南。湘南ですよ。愛知県でした。栃木県です。まあ、神奈川の海に行きます。新潟行くでしょ。多いわ。日本海でしょ。ちょ、1都6県の関東。小山さん、それも信頼だわ。え、一都六県って言わないでも。いやいや、埼玉つながってるじゃん。一都三県なんですよ。埼玉つながってる。埼玉つながってるとか、そういう問題じゃないんですよ。つながってますよ。僕のくくりの中で言えば、はい、北関東って呼ばれるのは、群馬まで。まあ、いやいや、で、ね、あの、なんだっけ、栃木と、あともう一つ、何でしたっけ、ほら、あの、茨城木です。どっちでもいいわけ、怒られますよ、木でも木でもどっちでも怒られますよ。あそこはもう南と、いや、どっちかというと栃木県は群馬寄りなんですけどね。いやいやいや、北関東は群馬まで。いやいやいや、ね、確かに宇都宮は東北道で行きますよね。そう、東北道って言っちゃってるわけだから、うん、南東北なんですよ。湘南新宿ラインっていうのがあって、始発駅なんですよ。湘南新宿、そうなんです。それで海行くんですよ、栃木県。始発から終点までの勢いですよね。グリーン車があるの。乗ったらもう寝ていける、はい、寝ていける。ああ、そうです。恥ずかしい。しかもですか、恥ずかしい。一人旅行だよね。ね、一人旅行ですよ。いや。恥ずかしいわ、それ。何個までして海入りたいか。いや、でも大丈夫なんですよ。栃木県にはもう一個。え？海がなくても波が出るプールがあるんですよ。何それ。満プっていうのがあるんですよ。満プ。満プー、1万人プールを訳して満プーでございます。いや栃木県の皆さんね、いやあのね、はい、小山さんは得意気に話すんだけど、波のプールが初めて聞いたわ。波、はい、50周年ですよ、今年で。いやいや、別にもちろん行きました。波のプールってどこでもありますよね。まああるね。ねえ、うん、そうなんです。豊島園だろうが何だろうがありましたよ。俺が子供の頃からあるよ。何でさ、え、何、波のプールをおっしゃってるわけだ。流れるプールもあります。それどこでもあるから。1万人入る。白子鳩だってありますよ。1万人も入れるんですよ。1万人。白子鳩でもある。ある。白子鳩でもありますよ。1万人入れる。さすが海なし県のプールがたくさんある。いや、なんかちょっと栃木にバカにされちゃう。やっぱ海ない人はプールを自慢する。じゃあ別に僕は。プールなんて自慢しないですよ。満風でそんなことは言わないから。あるわみたいな、うん、埼玉にはあるから。プールあるけど、だから何なのぐらいでしか覚えないんです。それをね、満風でーすみたいな、満風でーす、ね、満風です。そんなことまで僕は言えないんです。真岡市の岩違公園にあるんですよ。真岡で楽しもうかなんつってね、やってるわけですけどね。これ栃木ネタな、うん、栃木です。栃木県と、うん、茨城県民のパラダイスです。そうです、茨城県。じゃあちょっと次行きましょう。今横浜の話。横浜の話です。そう見てください、横浜最高です。これランドマークタワーすごいでしょ。すごい。そうだ、思い出した、うん、うちの会社にね、横浜全然関係ないのに、うん、本籍地をランドマークタワーにしてる人がいるんだよね。マジっすか。いやー、すごいな横浜は。やっぱりな、そんなことできるんですね。恥ずかしい僕。そのぐらい憧れ。寒い寒い。しかもね、めっちゃおのぼりさんじゃないですか。しかもだよ、うんうん、その人一人いるだけでもすごいじゃん。すごい。そう、隣のデスクにね、同じこのランドマークタワーを本籍地にしてる人がいるんだよ。二人いるってこと。マジっすか。二人いるってこと。二人。マジ。マジっすか。ああ、うちの会社ってどうなってるんですか、これ。気まずいね、それね。気まずいわ。しかもこの二人バッチバチだから。仲悪いんだ。最悪じゃないですか。最悪。その二人が憧れるぐらいの場所なんだよね、横浜。まあまあ確かに、やっぱりあれですよね。運営的にちょっとおかしいと、本籍地とかの選定もおかしくなってきますね。まあ、その二人は、うん、横浜に羨ましいですね。横浜に住んでるなんてね。いや、彼らはね、うん、横浜には全く関係ないところ。どこに住んでるか、ちなみに言ってましたもんね。彼らが住んでるのは、はい、川崎と練馬なんだ。ちょっとありそう。なんか憧れを持って本籍地そこにしちゃうみたいなエリアの人ですもんね。わかるね。わかる。住んでないんかいみたいな。練馬って畑ありますからね、東京内にね。緑地が。住んでないけどランドマークが本籍地です。ね、恥ずか
かしい。そういうことなんで、まあ、確かにでもね、横浜といえば確かに憧れますよ、うん、僕も確かに生まれ変わったら横浜出身になりたいなと、うん、確かに思うぐらい綺麗な街ですし、ね、歴史のある街なので、うん、僕も横浜ナンバーってかっこいいな。いいですね、かっこいいよね。機会があるなら横浜に引っ越したいですね、うん、ということで私たち横浜大好きということで、はい、横浜市民の方リスペクトした気持ちを込めて、うん、横浜地下体操やっていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。それではミュージックスタート。皆さんおなじみの横浜地下をダンス体操にしました。楽しくやってみましょう。ジャンプして手を開いてスラッシュポーズ。信号よ、ということで、はい、横浜歯科体操楽しく踊らさせていただきました。はい、はい、そうですね。いやーすごかったですね、うん、やっぱりいいね。横浜でもちょっとね、ちょっと生花体操に似てるね。見てねえわ、ね、うん、全然似てないと思いますね。やっぱそういう体操とかない県だから言うんですよね。ないですか。まあ、指定はできないです。ないですか。指定はできないですけども、はい、ただ別になくて困ったこともないんでね。あ、なくて困ったこともないんで。ちょっとね。ちょっとテクノ。テクノ。テクノ調。テクノ。懐かしいですね。YMO 時代。YMO 時代のね。まあ、ということで全国の、はい、横浜に憧れてる皆さん、この後は横浜歯科体操、はい、しっかり練習して、うん、横浜市民の皆様に受け入れていただけるように頑張っていきましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。